カナビないと基本仕事になりません。なので必ずカナビをつけてください。カナビは、まあ、最初から車についてるものであれば別にそれでも構わないんですけども、できれば、ポータブルが一番便利です。なぜかというと、ポータブルだと例えば自分の車が車検出しました、修理出しましたって時にそのままで取り外して自分の乗る台車につければいいだけなんで、そうするとカーナビって結構自分でデータとか入れたりしてるじゃないですか。でまた入れたりするのめんどくさいんで、ポータブルのカーナビが多分一番いいと思います。で、あと地図も必要になりますね。地図はある程度当たりをつけて回る順番を決めるので、地図も必要になります。で、回る順番についてはまた後で説明をします。で、ハサミカッター、ホチキス、ガムテープ、ビニールテープ、紐のリクリック、グッテ、台車、領収書、仮伝票、納品書、受領書、ノート、ファブリーズ、で、持ち物のあった方が便利なものにヘルメット、安全靴、帽子、毛布、助手席用机、着替えって書いてありますけど、ここに書いてある毛布は絶対入れてください。あった方がいいんじゃなくて入れてください。持ってないとダメです。あと懐中電灯、ここに書いてあるんです。懐中電灯絶対必要です。あと、まあ、年齢層に応じて、まあ、私なんかはもうこれ後ろ眼鏡、老眼で字見えないんで、これ車にいつも入れてます。必ず。で、まあ、持ち物はここに書いてある以外もやっぱり自分で必要と思われるものは、まあ、持っていた方がいいです。はい。